あなたが信じるものは何ですか？はい、どうも。先ほどですね、本業の仕事納め、あ、これ終わりましたので、YouTube でもね、最後にどんな動画を、まあ私、声を伝えるという、チャンネルですから、主にはですね、まあ他のこともやってますけど、まあ主には声を伝えるということをやってます。なので、最後に伝えたい声っていうのは何かなと思って、ちょっと考えたんですが、大好きな西郷さんかな、それから、ね、割と扱ってる森晋三先生の言葉かな。私が今、どうしても伝えたいのはこの人の言葉なんじゃないかなと思って選びました。はい。ドナルド・トランプ、米大統領。まあ、アメリカ人なんですよね。残念なとこ言っちゃいけない。まあ、主に、日本の古典とか古い声とか、いろんなものを紹介してるので、本当はね、日本人がいいんですけども、ここでね、もう、聞く気ないよっていう方もいるかもしれませんが、まあ、私の正直な気持ちなので、紹介したいと思います。はい。人生という道で世界はいつも公平ではないことに気づくでしょう。あなたは経験すべきではなかった苦しみに耐えなければならず、不合理な挫折を経験しなければならないことに気づくでしょう。でも歯を食いしばって戦うしかない。絶対に諦めないで、譲らないで、引き下がらないで、心の中で正しいと思っていることをやめてはいけません。この最後赤く書いたところですね。絶対にっていうのは絶対に絶対に絶対にと複数繰り返してました。何年か前にトランプ大統領が就任した時に言った演説の中から取りました。私言葉を声を伝える人だと自分で思っているので、どれを選ぼうかなって結構ねいい演説いっぱいあったんですけども、まあえてね今日はこれを2020年の最後に紹介する言葉としたいなと思いました。全部は紹介しないんですけど、さらにこう続きました。世界でやる価値のあることはすべて、それが正しいことであれば、多くの試練と苦難を経験することになります。そして戦うものが正義であればあるほど、危険な抵抗に遭遇することになります。で、こっからなんですが、これ3年前なのにこう言ってるんですよ。あなたが腐敗した習慣のことを間違ってると思えば思うほど、あなたは自分を信じるべきだし、前に進むべきだ。自分の信念を誇りに思い、それに応える勇気を持ち、神への信仰を堅持している限り失敗することはありません。この部分はね、トランプさんは自分にも言ってるんじゃないかなと。思えば3年前どころかですね、彼は自分が大統領になろうと思ったその時からですね、腐敗した集団、まあ、それらが何のことを指しているのか、細かくは全部は分かりませんが、なんとなくは頭に浮かびます。そういったものとずっとね、今も、戦い続けてるんじゃないかなと、そういうふうに思えてなりません。そして今ですね、これは12月2日ぐらいかな、今までで一番重要な演説をすると言って46分間話してました。まあそれをですね日本語訳してくれたガナハさんという方のね番組からですね、ちょっとスクリーンショットをねいくつか撮ってきました。2020年の選挙で起こったひどく恐ろしい詐欺を根絶しなければもう国は終わりです。誰もがそれを知っています。選挙に負けても構いませんが、選挙の公平性と規定によるものであるべきです。多くのメディア、そしてこれまでの裁判官でさえ、それを受け入れることを拒否しました。実際に大量のもの証拠がありですね、その信憑性もあり、それを大統領自らがいくつか紹介もしてました。そしてですね、私たちの国は誰かがあなたは正しいと、言う必要がありますと言ってるんですね。この言葉結構ね重かったですね。正しいと言えない何かが広まってるってことにも聞こえますよね。もう露骨な詐欺がまかり通ってるので、やっぱり大統領一人で戦ってるわけではないんですね。多くの国民の支持がまずあるということと、そしてですね、この主に4人出してみましたけども、やっぱりですね、支える人がいるんですよ。敵はあまりにも巨大ですし、もうね、普通に考えたら絶対勝てないなって私も思いますよ。で、見てたら正しいって言えないぐらいですね。もう本当に恐ろしい敵なんですよ。まあ、だけどね、戦う人はいるんですね。まあ、当面トランプ大統領と多くの国民、まあ、それからこの4人を含む、ね、動ける人たち、対するはメディアやもうほとんど全部の権力を持った人たちですね。いや、これは強いですね。まあ、でもね、
勝てますよ。はい、この大統領選挙に関しては私情報の取りどころというのは YouTube の中でも、まあ、いくつかね、もう4つぐらいかな、あの大紀元エポックタイムとかなんとかと、あと何人かの個人のチャンネルとかを合わせてみたり、まあ主だったものも若干は見てます。でそれの中でつぶさに1ヶ月見てますと、自分の中ではもう結論は出てるんですよね。あの事実はどうである、私が確認してるというか思ってる事実はこうだっていうのはあります。それと現状はこうだっていうのも理解をしてます。うん、それでね、実はこんなセンシティブなことをね、いちいち動画にする必要は本当はないんですよ。だけどね、なんとなくモヤモヤするんですよ。私声を伝えると言っておきながら何もしないっていうのはね、うん、ちょっとなと思ってる時にですね、その私がいくつか見てるチャンネルの中の一つで、朝陽さんっていうかな、朝陽チャンネルかなんか、そんなのあったんですよ。その方が画面に向かって視聴者に言ってると思うんですよ。あの皆さんにもできることがありますと、まあ、声を上げることだと、知った人というか、そう、事実はこうだと、自分で確信してる人は伝える義務があるんじゃないかとか、そういうこと言ってました。まあ、これもね、また真実がどうとかこうだとか言うとね、もう思いっきりこの主観とか試験が入って、そういうのって本当はいつもは嫌なんですけど、第一ね、このドナルド・トランプ大統領という人にものすごく私は魅力を感じるんですよ。だってね、自分だけ平和ならいいならですよ、この大統領なんかならなくていいじゃないですか、もともと大金持ちなんだから。彼はなぜわざわざ大統領になろうと思ったのか、そしてね、わざわざこんな強大な敵を前にして今でも戦ってますよね。なぜこれを続けるのか、こういうのずっと見、まあ、4年前も応援してたんですけど、この大統領選今年ですね、よりこの戦う彼の姿勢を見てると、うん、やっぱり自分はね、一応ちっちゃな発信者としてですけど、やっぱ日和見はできないなっていうのをね、思いました。この朝陽さんの自分の声に変えて発信すべきだっていう時にビビッときたのはですね、発信者としての自分が反応したのではなくて、実はね、自衛官、つまりすなわち軍人の一人である自分がなんか反応したんじゃないかなと思います。そしてね、いろんなトランプさん本人もそうですし、その周りの人、こんな強大な敵と戦っている、うん、その信じて戦うものがある、この羨ましさっていうかですね、うん、なんかそういうのに感動を覚えてるんじゃないかなと思います。あんまりね、こういうことにはセンシティブなんで、口を出さない方がいいとか、何が正しいか分かんないじゃないかとか、まあ、いろんな逃げ道はあるんですよ、実は。わざわざこんな発信しなくたっていいですからね。うん。だけど、もう一人に自分がやっぱ問いかけるんですよ。トランプ大統領の姿を見てね。人はいいと。あなたは言葉を信じませんか？では、1ヶ月間、自分で見てきたものはどうですか？あなたが信じて戦うものは何ですか？なんか問われてる気がしたんですよ。まあ、当然私は当事者ではないので、直接戦うことはできません。だけれども、自分にできることないんでしょうか。まあ、それがね、この動画を作ろうと思ったきっかけです。まあ YouTube もね、いろんな検閲なんかしてるんで、こんな動画ね、たちまち消される可能性もありますけども、やっぱりね、でしかも大統領選挙アメリカでしょ、自分に関係ないじゃないかって、まあ言う人もいますし、それはそうなんですよね、実際。うん、だけど私にはそう思えないですね。国境を越えてね、やっぱりなんか見過ごすわけにはなんとなくできないんですよ。俺バカでしょ、私。だけどね、たかだかこんな人気のない YouTuber だけど、自分の声をトランプ大統領にエールとして届けたいと本気で思ってます。そしてね、これほどの信念を持って戦える強い人間に憧れますし、やっぱなりたいと思いますね。今は無理かもしれませんけど、まあ、とにかくね、今目の前にこう自分の視界に入るというか、いろんな見たり聞いたりする中で、最も気がかりなのは今彼なんですね。もうそれも疑いようがない、私の中の事実なんですよ。だから私は自分の心の中にある正しさなりなんだ、自分の気持ちにね、正直になって今喋ってます。だからダラダラなりましたけど、いつも声をね、伝えるという私がこの2020年最後に届けたい声は、トランプ大統領の自分の正しいと思うことをやめてはいけないというこの声、これを伝えたいと思います。そしてですね、トランプ大統領は私は光に見えます。そして戦ってる相手は闇だと思ってます。そしてね、闇の力が光に勝つことはないと私はもう心から確信をしております。はい、ということで最後にしたいと思います。名言を読めば元気が出る。それでは皆さん、良いお年をお過ごしくださいませ。来年もよろしくお願いします。